私の娘リナは世界で一人といわれる血が止まりにくい難病を抱え生まれてきました。治療法はなく10歳まで生きられないと主治医から伝えられた時は一気に奈落の底へ突き落とされた気持ちでした。受け入れるまでには時間がかかりましたが、何があっても絶対守る、後悔のないように一緒に生きる、そう心に決めました。平成最後の年、無事に成人式を迎えることができました。今振り返れば、命の大切さを伝えるためにあなたは私のところへ使命を持って生まれてきてくれたのだと思います。リナ、あなたの病気は必ず治ります。どんな時も決して諦めないで、今生きていることを実感してね。生きているってそれだけですごいんです。そして今まで出会ったたくさんの方々への感謝も忘れないでね。生まれてきてくれてありがとう。